今は朝のでですすね4時27分です緊急にお伝えする情報が入りました。緊急にお伝えする情報があっち系のホットラインより直通電話で入りましたので、非常に眠いんですが、たき起こされましたので、日本の皆様にお伝えしなければなりません。 令和元年10月8日火曜日朝の今4時27分です。なんと、ビットコイン ETF がついに承認されるかもしれないと。承認と。承認されるかもしれないと一応つけときますが、ビットコイン ETF がついに承認と、その証拠として爆上げが開始されております。爆上げが開始されております。見てみましょう。 えー、実はね、私も昨日の夜から知ってたんですけれども、だからといってね、あのインサイダー取引でね、ビットコイン買ったっていうわけじゃないんですよ。見てください。これはですね、財布なんですけれども、ちょうど昨日のですね、<laughs> 夕方6時から、なんの前触れもなくですね、ビットコインの価格が上昇しております。83万円台からですね、 一時89万円までつきましたね。今、惜しみをつけて88万円ですが、えー、ここからね、また爆上げすると予想されております。えー、10月13日、十月十三日ですね、ビットコイン ETF の承認、えー、期日が迫ってると。まあ、実際には日曜日なので、まあ、アメリカ時間だと12日が金曜日ですからね。 12日ぐらいに発表されるんだろうと思いますが、ビットコイン ETF がついに承認されると。えー、ということでですね、まあ、冷やしだとね、まだまだね、えー、冷やしですとまだまだ見にくいですね。見にくいです。ただし、一時は感にすると、もうバッテリーコン出てますね。えー、その他ですね、眠、眠はどうですかね、まだお眠してますね。えー、モナコインちゃんは、 まだ寝てますね。朝早いですからね。えー、ビットコインキャッシュ。うん、冷やしだからか。1時間足だと、まあ、爆上げですね。閑、う、散、んまあ、としてますけどね、取引がね。サリアム E はどうですかね。サリアム E の1時間足は、はい、爆上げしてますね。で、特にね、これはね、ビットバンクのリップルなんですけど、 リップルの1時間足もね、やっぱりね、爆上げしてるんですよ。でリップルは以前から言ってるとおりですね、冷やしにしてですね、2017年を見てみますと、何の前触れもなくですね、ここですね、ここのところ、えー、2017年12月11日までは、えー、何の前触れもなくですね、日文字、えー、日々を過ごしてたと、これね、29円ぐらい過ごしてた、28円ぐらいか。 28日ぐらいですね。過ごしてて、その翌日、2017年12月12日から爆上げを開始してるんですよ。でちょうど同じ、えー、金額だったんですよね。で、それがですね、今や同じ金額だったのが、今やこれですね。これ、冷やしでもこうですから。冷やしでも爆上げを開始してますから。で、ついにね、ビットコイン ETF が承認されるとされたと。 ということでございまして、まあ、リップル、ライトコインなんかも全部買われております。ビットコインの一間関心、やばい、すごいですね、やっぱりね。はい、それで、こういうマーケットキャップを見てみましょうか、えー。こういうマーケットキャップですね <laughs>、えー。まだね、時価総額23兆円台にまで抑え込まれていますが、 ビットコインも88万7000まで来ちゃってますね。これ多分、今4時31分ですけど朝、朝明けたら90万円台。まあそして、今日の夜には100万円は行くでしょうね。で、イーサリアムも爆上げですね。で、リップルは8%アップですね。1日でね。え、ビットコインキャッシュも6%アップです。そして、ライトコイン 5%5.45。で、我らが、我らが、 えっと、カルダのダですね。4円43円ですが、これも当う間に、えー、20円、30円いくでしょうね。そしてまあ100円は年内いくかもしれないですね。で、驚いたのがね、チェーンリンクがここにあるんですよね。チェーンリンクがいつの間にか15位に入っててですね、えー、すぐ上がってると。で、チェーンリンク V チェーンと違うのかと。 まあ V チェーンもね、皆さんに買ってもらいましたけど、チェーンリングも買ってもらいましたよね。昔草コインだったんですよね、こうやってね。草コインだったんだけど、ちょっと前ですよ、これ。去年の7月、去年の7月とかね、今年の2月とかも草だったんですけど、5月とかね。いつの間にか爆上げしてますね。なので皆さんね、チェーンリング持ってるかもしれないですね。 バイナンスですね。バイナンスでチェーンリンクが買えるので、皆様のバイナンスの中にね、チェーンリンクがあったら、多分皆さんね、かなりの資金、資産を持っていると思われますので、今一度ね、あのー、今、ね、何を買ったっけと、何を買って持ってるんだっけということで、まあ、特にコインエクスチェンジは10月15日に取引停止になっちゃいますからね。 うん、ひょっとしたら爆上げしててですね、えー、数十万、数百万、数千万がですね、えー、眠ってるかもしれないからね。だから、なくなっちゃうからね、コインエクスチェンジは特に今月の15日までに。だから、今一度見てくださいので、よく分からなければ私までお電話とかメールしてくれれば、2万2000円かかってしまいますけど、えー、一緒に見たいと思います。えー、あとですね、えー、っと眠くてすいませんね。 コインポストさんなんですけど、コインブットポストさんのニュースで、えー、気になったのがですね、<coughs> これですね、ここ、えー、昨日の朝10時22分ですけれども、最大5300億円が米ファンドから仮想通貨市場に流入か、融資サービス者調査ということで。 えー、まあ、5300億円様、大した金額じゃないですけれども、まあ、5300億円のお金がまあ仮想通貨市場に入ってきてるよということで、それね、意味もなく仮想通貨買うわけないじゃないですか。で、これ、5300億円は、あの裏付けがあるから、まあ、5300、大した金額じゃないですけれども、えーまあ、ビットコインとかね、イーサリアムとかリップル買ってるわけでございますが、 まあこのお金がね、5300億円が構想してこうやってチャートに現れてるわけでございます。これビットコインね。これがリップルです。リップルすごいよ。これリップル買わないと、もう29円,29円になっちゃったからね。はい。ちょっと前まで息大々でですね、25円とか、もう息滞在で、あの、今世紀最大の安さを記録してたと、25円。まあ、もっと安かったけどね。昔は0.1円とか。 0.5円とかだったけど、25円って言ったらかなり安いですからね。まあ、もう29円になっちゃってね、悔しいと思いますけれども、まあ、頭と尻尾は取れないのでね、まあ29円でもまあ、まだまだ全然安いと思いますよ。はい。まあ最大400円、まあ今年中に1000円いくんじゃないかなと思ってます。そして、まあ眠いのでね、ちょっと、また、昨日お話しした今後の展望希望的になるようね、お話ししたいと思いますが、 えー、今後、ノア・プラチナムを新規に購入する人が増えるんじゃないかなと、あのノア・プラチナム社ってのすごくいいね、なぜかっていうと、ヨービットとかね、あのえー、預けておいたノアコイン勝手にねあの、違うコインに換金してですねで、ヨービットはヨービットで、えー、ユーザーからね、奪ったノアコインを換金しようとしてるんだよね、ノア・プラチナムにね。 そして、それを察知したノア・プラチナム、えー、の会社がですね、今、ブロックかけてるんですよ。でそういう、あのー、価格変動を、価格変動リスクをですね、一つ一つチェックしてるんだよね。だから非常に投資家保護の観点で、今、会社運営がされ始めてますから、ノア・プラチナムはね、上がると思うんですよね。で、しかも今後のですね、プロジェクトの内容がすごく良かったですね。 で、二番目、10月13日にビットコイン ETF が承認され800万円ぐらいいくんじゃないかと。ね、言ったでしょ ?10 月13日にビットコイン ETF が承認され800万って。そして三、ノアプラチナムの価格もぐんぐん上昇していると。いうことで、まぁ、あ、ちょっと見てみたいと思いますが、ノアプラチナムも、まあ昨日ね、ノアプラチナム、うんえー、価格が、まあ、16差トシということでしたけれども、 うじゃねえ <coughs> <coughs> えっと申し下さい <coughs> えっとですねノア。のは エクスチェンジですね。エクスチェンジ交換取引ですね。交換取引。ああ、すごい爆上げですね、これ。えー、ああ上がってます、上がってます。やばいぐらい上がってます。やばいぐらい上がってます。ビットコインの価格が上がってるにもかわらず、ノアプラチナムの価格が昨日16サトシでしたよね。18サトシになってますね、一番高いのがね。これ、売らない方がいいんじゃないの もっと上がるんじゃないの売らない方がいいんじゃないのえー、だから18サトシだから、ちょっとこれ足そうか。今いくらになってるかなえー、っと、ちょっと待ってくださいね。えー、び財布のビットコイン価格は88万3695ですよね。で、こっちは ?88 万3000円か一緒ですね。 じゃあ88万3670か。88万3670。88万3670ですよね <coughs>。だいたいビットコインの価格が上がるとですねあの草コインの価格が下がるんですよ。まあ、当たり前ですよね。はい、それでですね、それが上がってるんですよね。だから両方上がると、為替効果がでむちゃくちゃ上がるんですよね。 えそれで、えー、サトシこれがえー、っとこうですよね、はい0.123456ですね0が 60. あちょちょちょちっちょっと待ちち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  零点一二三四五六の零点一二三四五六の十八ですね。は、え ?1.59 円えちょっと間違ったね。なんかね。え、いいのかえい、そんなことない。そんなことない。その零点一五だと思う <laughs> ちと。ちょっと待って。ちょっとね、もう一回。えー、っと。 財布のビットコイン価格が88万3 6六百円ね。えー、さあ間違ったね。88万3 6六百円と。かける、はい。えっ、ー、と、これですね。もう一回調べてみますか。はい。ビットコインの新しい、あ、違う違う。ノアコインの新しいやつが18サトシですから、ね、ここね。 一番高く売る人が18サトシですから、えっと、18サトシ、18サトシは0.123456ですよね。0.12345618はと、はい、0.159、0.159、0.16円ですね。0.16だから、 昨日0.13ぐらいでしたから、やっぱ上がってるね、やっぱね。あ、そう,そうそう。昨日13倍って言ってたからね。16倍になりましたね。16倍になりましたね。ノアコインね。おめでとうございます。ノアコインおめでとうございます。すごいね、ノアコインね。ノアコインすごいね。えー、で、ノアプラチナムの価格もぐんぐん上がってるよね。これ合ってるよね。123すごいでしょ。あってるでしょ。で、4番目、10月25日の投票で売却ロックが解除されると。これ全部じゃないと思いますけどね。 まあ、一月零点0.5じゃなくて、まあ1月、パーセン5%ぐらいかな。そして5、11月には30円に到達すると。ね、希望的観測。これ行くんじゃないですかそして六2020年、来年の1月には100円に到達する。まあ、たった3.3倍だからね。これ行くかもしい。行くかもね。行くだろ行くだろうだってビットコインっていうか承認されんだからね。100円はすごいね。やっぱ100円はすごいと思います。だから、1万円買ってたら、 えまあ、だから、いつの値段で買ってるかが問題ですけどね。うん。僕は0.3円で買ったから、えー、100円を割る0.3は、333倍になるんだね。1万円買ってたら333万円になるわけですね。うーん。じゃあ、10万円分買ってたら3330万円になるということでですね。 100万円ってたら3億3300万ということでございましてついにノアコインついにノアコインまあ一気にはね売却できないからねいいんです3億3300万なんかなくて、はいえー、10回に分けてね3333万ずつ下ろしていくとそれで結構でございまして年に一度ね、えー、3333万ずつ、ね、下ろして10年間 遊び放けるといういや。そんなことない。遊ばない、えー。一生懸命仕事のね、糧にするということでございます。ということで、今日はね、えー、ついにね、ビットコイン ETF ついに承認されるかもしれませんと。で、爆上げ開始いたしましたので、えー、ビットコインでね、あのー、一もうひとけしたい方は、<laughs> やっぱり今すぐにビットコインを購入する。または国内、 ビットフライヤーとかね、海外のビットコイン FX でね、レバレッジをかけて、まあ、ビットフライヤーは4倍しかなんないですけど、海外は100倍くらいいけるんじゃないかな。まあ、それで億万長者を一気に目指すということもいいんではないかと思います。それでは朝早く、えー、ありがとうございました。今はね、4時44分ですね。えー、と、ここですね。2019年10月8日の4時44分です。 千葉県松田市よりトムクルーズがお伝えいたしましたどうもありがとうございましたでも皆様に幸あれ